こんばんは。急なインスタライブっつうことで、まあちょっと短い時間ではありますが、久しぶりにインスタライブやっていこうかなと。最近は毎日現場の日々です。覚えては忘れ、覚えては忘れ、まあそんな日々を送っていますけども、そんな中でね、この間、うちのプロダクション全員でこう総集結した、エキスポというライブもありまして、そしてエキスポお越しいただいた皆様ありがとうございました。はい、ありましてですね、そしてもう2週間後、約2週間後にはついにツアーが始まりますよ。単独がね、まあ今もちょっとね、絶賛ちょっと追いついてない部分の自主練をやってます。はい、って感じで、そう、今日あれでしたね、グッズも解禁でした。ね、もうぜひぜひあのツアーに向けて準備万全で、皆さんもね来ていただきたいなと思いますけども、まずは福岡ペイペイドーム 2days ね、そして次が地元ですよ、名古屋バンテリンドームね、 2days あります。はい、そしてね、まあ東京ドーム、そして京セラ 3days とね、まあ、1年ぶりのドームツアーということで、ぜひ楽しみに待っていただきたいなと思ってます。でですね、まあツアーももう近いということで、絶賛今流れているのがですね、アルバムの楽曲なんですよ。
という感じでですね、まあいい感じに仕上がってますよ今回ね。まああのエコーズオブデュアリティ、エコーズオブデュアリティというタイトルで、本当にオリジナルアルバムはかなり久しぶりなんでね、あの僕らグループとしては、新曲、全曲新曲のねアルバムですから、まあシンプルにマジでこのツアーでしかやらないパフォーマンス、聴けない曲、今回まあまあ新曲はもちろん 全部やるんでね。だからツアーって考えるとだいたい例年だと二十数曲はやりますから、半分が、約半分が新曲っていうツアーということですよね今回。だから今絶賛こう振りをさ、覚えて、そして久しぶりにやる曲とかもあるから振り起こししてみたいな、感じで、うん、やってます。はい、まあ、今回そうですね、うん、まあ他のメンバーもよく言ってますけど、すごいセットが迫力がある、うん、セットになってますし、またね去年のジェスビーランドとは全然違う、なんて言ったらいいんですか、コンセプト強めな、うん、空間になりそうなので、ちょっとね皆さんぜひという感じですかね。はい、はい、ということで僕はちょっと次の現場に向かわないといけない時間になってしまいましたので、ちょっと短い時間でしたがスタライブ終わりたいと思います。はい、じゃあ、あたした皆さん、季節の変わり目ということでお体にお気をつけください。あたした。